コルネリス・ジョージ・ブレイコルネリス・ジョージ・ブレイはアメリカ合衆国の心理学者であり人工言語リング・ア・フランカの場を発案した。シッペンズバーグ大学の名誉教授であり人格心理学と心理学の歴史を専門としている。出身はオランダのアムステルダム近くのバドフー・フェドルクで1956年に両親と共に米国に移住し、 ニューヨークのロングアイランドで育った。オクラホマ州立大学で1980年に、博士号を取得した。ボエレー、シー・ジョージ、ヒストリー・オブ・サイコロジー、クリエイト・スペース、インディペンデント・パブリッシング・プラットフォーム、ISBN 978から19億8378万1827ボエレー、シー・ジョージ、パーソナリティ・セオリーズ、フロム、フロイト・ツー・フランクル。 クリエイトスペースインディペンデントパブリッシングプラットフォーム ISBN 978から19億7956万3109ソーシャルサイコロジーネットワーク2018年7月18日閲覧ありがとうございます